って55年には5300cc なんてなかった。開発されたのは62年、それにフォーバレルがベルエアに搭載されたのは64年よ。まあそれでも64年型だったら点火時期の正確なクランク角は上視点前4度よ。見て、このタイヤは左右同じ跡を残してるでしょ。でもポジトラクションがついてなきゃこんな跡は残らないわ。だけど64年型ビューイックスカイラークにはポジトラクションなんてついてなかったの。リミテッドスリップデフのことよ。エンジンの駆動力を左右のタイヤに同じように伝える装置なの。新入りなのに生意気じゃない、チャーリー。監督は私よ。ホースのギャグなんて私はいらないの。分かったわね。あら、マックがお待ちかねえよ。うちのは何が出てるの？俺様以外は駐車禁止。またなの？マックはまだ交通課長を追い回してるの。暴行の活躍金の調子が悪くって。あやだ。もう大丈夫。どうかしてたのよ。したいことがたくさんあるの。記者をしてたら本なんか読めないし、赤ちゃんの部屋のタンスも塗り替えたいし。でも私、彼に一日考えさせてって言ったの。私絶対離婚は嫌だから。だから私真剣にそう言ったのよ。落ち着いて考えてみて、それからイエスと言いますって。でも親には婚約したって言っちゃって。いい、今日会ったことは奇跡なのよ。これが偶然だなんて絶対ありえないわ。ケイト、もし今追いかけなかったらずっと後悔する。今日はしないかもしれない、でも明日から一生し続けるのよ。もっと変態プレイでもさせられたの。この話も置いとく。待ってて。誰かこの中に。名前なんだっけ？ベーティーいる？で、私マーガレット、デートからよ。そうだ、なんか食べに行かない？これ完全な不法行為だけど。じゃあなぜです？奥さんは？お子さんは？オッケー、これは絶対秘密にしてください。局のクルーにも、プロデューサーにも、誰にもです。バスでは近くに座らないで、他の子と同じように扱ってください。頭痛はどうなの？眠れる？仕事の方は？どう思ってるの？シカゴまで追ってきた犯人のこと、復讐かしら？あなたを慕ってるのね。そうですね。私のやり方としては、通常初回のカウンセリングでまずお互いの考え方を話し合ってみまして、そちらが私でよろしいということになれば、その時具体的にスケジュールを決めます。なんか嘘みたい。最初のデートでは絶対にキスしないのに。でもあなたは特別なの。とっても優しくって、私のこと理解してくれて。だから私の部屋に来る？私かなの？もう部屋に呼ぶなんてしちゃったら軽い女だと思われて終わりよ。それかいつでもやれる都合のいい女にされちゃう。だけど彼すごく素敵だからいっか。なんかうちの姉さんに似てるわ。どう思うかって？あんたはいつだって自己中心的なんじゃない？だって誰かに恋してる時は男は王子様なんて言ってるくせに、捨てられた途端全員クソ野郎になっちゃうんだから。悪いけど世界はあんたの恋愛中心に回ってるわけじゃありません。落ち込んでたからとても言えなくて。週間前に仕事のパーティーで知り合ったんだけど。カタログ作るのはボスの仕事でしょ。の仕事全部やってるんだから、あなたが彼のポストに。ごめんごめんごめん、こんなこと言うとますますストレスよね。もう少しの辛抱よ。セラピー卒業まで。あら、ま、それは難しそうだわ。それ私が書いた詩だわ。ありがとう、私の作品を床から拾い出してくれて。そう、それなら彼の忠告通りにするわ。私たちしばらく会うのをやめましょう。どうしたの、こんな遅くまでお客様。それって笑うとこ？悪いけど全然笑えない。あのね、ここはホリデーインじゃないの。今までどこにいた？本当？ただのチリだけど。私たち付き合ってるの？それとも私ってただの都合のいい女？アルフィン、もうまたその嬉しいよって。おやすみエミリー。ちゃんと食べた？さあ行ってらっしゃい。と気に入ってもらえると思うわ。パパと二人で選んだのよ。まだあるのね、教えてあげて。あなたは何も話してくれないし、私もよ。昨日車でも力になる男と寝てたの。毎週木曜あなたの弟のハンクと会ってファックしてたのよ。それだけじゃなく、彼は私を愛してる、私を魅力的って言ってくれる。いつでもよ、バカンスじゃなくても。何か言わないの？怒ったりもしないの？もうダドリー、中に入らない？気分どう？私も好きになった。うん、あなたは変人じゃない。面白い人だわ。そしてすごく正直、とっても可愛い人。めったに巡り会えないタイプよ。まあいいわ、会えて嬉しい。久しぶりよね。ラムじゃないの。久しぶり。今日はいいわよ、もちろん。何なの？こんな時は家族と会うの。娘さんいるでしょ？今どこ？誰にだって父親は大事。それに辛い時ほど絆は深まるの。店に戻るわ。大丈夫よね？ええ、
あのね、シャワーを浴びながら考えたことがあるんだけど、あなたがディナーで話してくれたこと嬉しく思ってるの、心からね。あの時、私ちょっとだけその罰が悪いというか、ちょっとだけそんなことより感謝してるって言いたいの。正直だったから、そんなあなたが好きだから、私謝らなきゃ。正直じゃなくて。あら、あなたのせいよ。担当したかったのに。いいわ、何も言わずに去る。今日の審問の後にあなたが異議を出さなければ。あなたの依頼人がしたことを考えたら、どんな検事だって阻止するわ。でも逮捕された時、彼は体中血まみれだった。私の後任に頼むのね、お会いにくさま。この罪状の深刻さと被告人の裕福さを考慮して、保釈の禁止を求めます。被告人は裕福です。財力的には逃走が可能かと。私ケイトよ。ああ、結構よ。断酒して5年なの。私が先よ。もうふざけてないで教えて。本当に職業言わない。まあいいわ。私はオックスフォード大で5年間本当は何を話す気だったので、セクシーとキュートの融合なの。電話してね。2日前、記者会見の直前、シンシナティのバーで会ったのは分かってるの。ダフィーの注文は手羽先。匿名よ。何を話したの？私たちが友達だっていうの？チャケた話親しくしたのは、私がタイムズの記者だからで、友達だからじゃないでしょ。好意的な記事を書かせたかったから情報をくれただけよ。なぜダフィーに会ったの？ダフィーはいいからこっちに答えて。トンプソンとの会合どうなった？そうは見てもあなたには面白くないと思う。アバター見た時だって最後の2時間ママのバッグに頭突っ込んでたじゃない。ああ、信じられない。パソコンがクラッシュしちゃった。すぐにかけ直しますから。バーカ、今日何着るかママと決めましょうか。服ならいっぱいあるでしょ。ズボン履くとかっこいいわよ。ターナーのスピーチセラピーと、ハーパーのオーディション用のドレス買うのと、懇親会の前に会えてよかったです。ホリーカーペンター先生。違う、私はここの学生2年生なの。私専攻は心理学なの。文学も一コマ必修で、短編小説や詩は書いたことある。文章書くの好きで、脚本のアイデアもあって、締め切りが昨日だったのは知ってるけど、徹夜して書き上げたから、先生受講を検討してもらえません？その態度は警察学校での訓練の賜物？それともあなたはロボットなの？例えば相手が常習犯なら、そりゃ警官としてその態度もわかる。それなりの距離も必要だろうけど、抑圧された哀れな主婦がパトカーの後部座席で泣いてるのよ。冷たすぎるじゃない。きっと訓練のせいでそうなったのね。元からそんな人はいない。薬を使った治療も考えない？ごと嫌いでしょ。潮時じゃない？いい家に行くんでボロボロじゃない。マーク、私はあれ以来悲しくてたまらない。あなたも同じはずよ。なのになんでそれを表に出さないの？仲のいい兄弟だった。でもあなた前からシステムは破綻してるって言ってたじゃない。分かってたんでしょ。でもあなたは真っ当にやってる。ただおばさんといってもいろいろいますよ。ただおばさんといってもいろいろいますよ。ただおばさんといってもいろいろいますよ。